んにちは、新州読書会の宮沢です。今日も明治維新の続きを解説していきます。5枚の立て札の老衆、老衆っていうのは悪い習慣ということです。5枚の立て札の老衆、その反面で同じ3月14日5枚の立て札が旧幕府の考察と取り替えられた。その第1枚は五輪の道を正しゅうすべし、他に三条の儒教道徳。第2枚は党を立てて豪訴し、あるいは愛率いて伝理を去るなかれ、過去一揆と集団倒産の禁止。第3枚はキリシタン蛇衆門は旧によりてこれを厳禁すである。以上を衛生の法としたということです。五箇条の御正門が、出た話は五条正門ですね。この神に誓ったって話は前回しましたけども、民衆に向けても立て札が5枚出されたんですけども、全然旧来の悪い習慣を踏襲、そのまま引き継ぐもので、内容として言えば五輪の道を正しゅうす、儒教道徳が語られてたということです。五輪の道というのは、孟子によって提唱された儒教における5つの道徳、仁義礼智信の五条とともに、儒教倫理説の根本となる教義だそうです。ということで、五輪というのは父父子の親、父と子の愛情、君臣の義、君主と臣下の慈しみの心、夫婦の別、夫婦が それぞれ役割があるということ、徴用の序、年長者を敬え、交友の信、友は互いに信頼の情で結ばれろ、この五徳、これを守るのを五輪道というそうです。この五輪の道を正しくしろと、この儒教道徳を守れっていうのを改めて民衆に新政府は要求したと。で、続いて、党を立てて豪訴し、あるいは愛率いて伝理を去る流れ、一揆をして集団一揆を起こすなとか、豪訴っていうのは、まあ、あと倒産か、逃げるなと、村から逃亡してはいけないということです。もう一つはキリシタン蛇衆門は旧によるところを禁ず、まあ、キリスト教禁止ですね。以上衛生の方としたということです。で、第4枚は外国人に対して暴行をなすことを禁ず、第5枚は歩道を禁ず、個々の逃亡禁止、以上の2枚は一時の刑事としたと。外国人を襲うなってことですね。あとは逃げるなと、個人で逃亡しちゃいけないと、そういうことを民衆に要求したということです。で、続きです。これは第4枚が外国公債の時代を反映しているほかは、すべて幕府諸藩の圧政の基本原則、まさに旧来の老衆の革新を新政府が受け継ぎ再確認したものにならない。まあ、赤包帯とか出てきてね、税金安くするって言ったわけですね、年貢をね。そう言って民衆の支持を集めた割には、出てきた立て札はまあ、幕府の言ってたことと一緒で、封建的な圧政を引き継いだってことですね。で、五条正門の人民に近づこうとする新鮮さと、五枚の立て札の封建専制の老衆とのこの奇妙な共存に、新政府の生活を端的に見ることができる。そしてまさにこの頃から五枚の立て札の方が政府の民衆に対する態度の前面にせり出してくることは後に明らかになるということです。まあ、最初は、まあ、人民主権というかね、まあ、人民主権論でやりたいっていう人たちもいた。まあ、前回お話した百合とか福岡の言った五条正門の叩き台は、まあ、人民と人民中心主義、上下一貫して心を一つにしてやっていこう的なものだったんだけども、結局民衆に対して発せられた立て札は封建先生の老衆の
投手、老衆、投手、みたいな感じですよ。で、結局この後新政府がやってることは、まあ、有志先生ってことですから、薩長の有力者で、強権で進めていくっていう近代化をやっていくんで、その不満がね、自由民権運動になっていくわけですね。自分たちで決めさせろと。いう流れに、と対立していくと、いうことになります。まあ、結局、5枚の盾札の方が、真実に近いっていうか、結局、封建的圧政は続くっていうか、封建的圧政を継続したまま近代化していくっていう、薩長を中心に近代化していくって方向性になっただけの話であると。いうことが、この後明らかになるってことです。で、続きです。公選か標準か。この間にも、江戸の旧幕府側では、絶望と混乱が深まるのみであった。1月8日、これ1868年の1月8日ですね。幕府軍艦開業で大阪湾を抜け出した徳川慶喜は、江戸に戻る途中、10日、追従の外国奉行山口駿府守を、密かに、駿河の神か、を密かに浦賀に上陸させ、横浜のフランス公使館に直行させた。当時、公使ロッシュは兵庫にいたから、山口が横浜で何か得るところがあったとは思われないが、慶喜が江戸帰着に先立って外国奉行を徳川政権を経済的にも軍事的にも援助しているフランス公使館に送ったことは、彼がこの時まだ新政府と対決する意図十分であったことを示しているということです。まあ、大阪湾から逃げて江戸に帰るんですけども、外国奉行を、浦賀に上陸させて、ロッシュと会談させようとしたんですね。で、この時はまあ、大枠で見れば、薩長を支援しているのはイギリスですね。ハリー・パークス。で、フランスは、まあ、幕府歩兵隊とか、この後出てくる、まあ、小栗光助之助、忠政っていう人がいるんですけど、この人はまあ、幕府中心の近代化やってるわけですね。横須賀に製鉄所、レオンスベルニーって人と一緒に作ってるわけですね。で、幕府の方はフランスにいろいろ支援してもらって、経済的に軍事的にコンサルしてもらって、近代化を進め、薩長はイギリス、支援してもらったと。アメリカはどこ行っちゃったのかというと、アメリカは南北戦争をやって、ちょっとその東アジアの情勢からフェードアウトしていくと。本当だったらアメリカが幕府支援するっていう可能性があったんですけど、まあフランスが出てきたわけですね。しかしこのフランスもあと2年後に普仏戦争に負けますんで、でナポレオン3世が退位すると、ロシアに古典派に負けるってことが起こるんで、まあ結局イギリス中心に、極東情勢はイギリスの主導権のもとに進んでいくということになるんでしょうね、これね。世界史的に言うと。ということです。で、この時は慶喜はフランスに頼ってたと。で、まあまだ新政府と戦うか、ごめんなさいするか、まあまだ迷ってたんですね。で、続きです。12日に江戸に入った慶喜の意向を書きつけた文書が、稲葉政国過去老中、閣老在職中、秘書類写しの中にある、それによれば慶喜は3日の事変を、3日というのは鳥羽伏見のですね、戦いですね、3日の事変を全く薩摩藩士の右方攻撃であるとし、彼らが天皇の真意を歪めて自分に朝敵の名を負わせたために、戦には敗れたが、ついては深き見込みもこれあり、ひとまず陶器っていうのは江戸に帰ることですね。いたし候、おいおい申し聞け候儀、これあるべき候間、めいめい同心協力、国家過去幕府のために忠節を抜きんずべきことという、この深き見込みとは、機を見て軍事的反撃に出るとの意味か、政治的に妥協、和解を考えているのか明らかではない。いずれにしても、彼がこの時このまま引き下がる気がなかったことを示している。そして幕府当局から諸藩への布告は、この後の動静により速やかに五条藩遊ばらされ、騒動とおぼし召し騒動と反撃の意を明らかにしていたということです。これどういうことかというと、
まあ、江戸に入った徳川慶喜のメモ書きが残ってると。で、まあ、いきなり奇襲してきて天皇の名を使って、天皇の真意を歪めて、慶喜は朝敵扱いされたけども、まあ、一つまだ深き見込みがあると。まだ作戦というか、信領遠謀だかなんだかあると。だから、これはなんだかはよくわかんないですけど、まだ軍事的反撃に出る意思があるということをほのめかしていたということですね。で、幕府当局から諸藩には、同棲、この後の同棲により、また大阪に行くかもしれないということを言って、反撃するかもしれない意思を、まあ、ちらつかせてたということですね。で、あと幕府の役人がどう思ってたかですね。幕府の役人の中でも、勘定奉行、小栗上野介、忠正や海軍総裁、榎本武明、歩兵奉行、大鳥圭介らは、最強校の主戦論であり、会津の松平片森や桑名の松平貞明もしきりに再起を主張した。幕府の中はもう絶対戦うと。まあ武士ですからね。戦うべきでしょうね、本当はね。最強校の主戦論者がいたと。で、小栗大助之助ですね。この人は、まあさっきも言ったように、横須賀を最初に開拓したっていうか、製鉄所を作った人で、この人はこの年の次の5月に、幕府軍に捕まって、斬首されてしまうんですけども、まあ、あんまり徹底主戦論だったから、受け入れられなくて幕府の職を全部辞めて田舎に引っ込んだんですけども、追っかけてこられて殺されてしまった気の毒な人ですね。あと榎本武明はこのあと五稜郭まで立てこもると、あの新選組の土方歳三と一緒に。あと、大鳥圭介ですね。歩兵奉行、大鳥圭介。この人は敵塾出身ですね。敵塾っていうのは、福沢諭吉とか、大村益次郎が学んだ、尾形公安のね、あの、蘭学場ですね。を出た人です。この人たちも、まあ、主戦論だったんですね。まあ、この人たちは五稜郭まで行ってしまうんですけど、この後黒田清隆っていう、その後に首相になる人に、総理になる人に助けられるんですよ。この榎本も大鳥圭介も一回新政府に歯向かったんですけども、まあ、無罪放免になって活躍する人たちですね。でこの人たちは最強校の主戦論者で、会津の松平片森、桑名の松平貞明、高須四兄弟ですね。この人たちは、やっぱ戦おうと言ってたわけですね。で、続きです。1月18日には、フランス公使ロッシュが徳川慶喜に会い、軍艦武器、軍資金を援助するから断固抗戦せよと勧めたが、慶喜はさすがにその援助を受けるとは言わなかったらしい。まあ、内政干渉ですからね。外国から武器とか供与されちゃうとね。軍艦とか。ということです。で、彼はなお政治的妥協の道があるものと考えて、松平春嶽に裏に斡旋し、自分は引退して紀州の徳川持次に後を継がせたいとの意を漏らした。徳川持次っていうのは第二次長州戦争の先鋒総督だった人ですね。本当は家持ちが亡くなった後はこの徳川持次が将軍になる予定だったんですけど、彼が慶喜を推薦したんで、慶喜が将軍になったんですね。で、まあ、でもまあ、結局、慶喜は責任を取って、まあ、妥協点を落としどころ作って、もう一回幕府が新政府に入れるようにしてから、引退しようかなと思ってたみたいですね。ということでした。今日はここまでです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。一応画面にね、その出てきた人たちの写真のある人は、顔写真を載せておきました。イメージが湧きやすくなると思います。以上です。